本は、負けた。贅沢は敵だと信じ、どんな辛いことも日本の勝利のため、耐え忍んできた国民に残されたのは、目を覆いたくなるような現実だった。日本が誇った都市のほとんどは、空襲で廃墟と化したんだ。東京駅も形は残ってるけど、黒焦げになってるな。戦争は、かつて生き生きと、上野から青森を結んでいた東北本線にも、しっかりと爪痕を残していった。これは上野、浅草付近だ。東京は廃墟になったけど、他の都市もダメだったのか？東北本線の中間にある大都市、仙台もこの通りだ。さらに、東北本線の北の終点である、青森もこのありさま。海を挟んだ北海道もダメージを受けていた。日本の主要都市はほぼ全て焼き尽くされた。もちろん鉄道も無事ではない。特に軍事目標とされた鉄道は再起不能なほど被害を受けたんだ。車両だけでも、機関車841両、電車563両、客車2228両、貨車9557両にまで及んだ。さらに、駅などの鉄道施設も破壊され、もはや再起不能に陥った。戦争に負けたから、お金とか資源もないわけだろ。戦争が終わったからって平和がすぐ来たんじゃないんだな。今回のエピソード2では、鉄道を通して日本の底力を知ってくれ。日本という国は、何度も世界中が驚くような地獄を経験している。その地獄をとんでもない底力を見せ、何度だって復興する。その歴史的な力は確実に現代まで受け継がれているんだ。さあ、スタートだー。1945年8月から、戦後復興開始。戦後復興に向け、歴史は動き出す。鉄道に休息なんてなかった。そう。鉄道は人々の移動の要、復興の鍵となる存在。戦後初の鉄道の使命は、まず大陸からの引き上げ者の輸送だ。戦争が終わり、本土に帰還した兵士を運ぶ役目を担った。さらに今回の主役、東北本線が担うべき任務は、疎開先から、首都圏に帰ってくる人々の移動だった。戦争が終わり、ようやく家族に会える。そんな希望を大量に抱え、焼け野原の玄関となった上野駅に入線したことだろう。そして人々を家に送り届ける役目を果たした後の重大任務が待っていた。そう、廃墟と化した日本を復興するための、物資、人員の輸送だ。鉄道が動かないことには復興は遅れるんだ。食料の買い出しをはじめ、人々は移動を始める。戦後すぐは、旅客列車の増発が必須事項となっていた。数少ない旅客列車に人々は溢れ返り、鉄道界は混乱状態に陥った。命かながら列車に乗ったという感じだね。少なくなった車両をやりくりし、なんとか増発したのは、終戦からわずか3ヶ月後のことだった。1945年11月、ダイヤ改正。旅客列車、大量増発。これで終戦時に比べ 26% の増発。長距離列車の復活に重点が当てられた。さあここで、1944年から急行が消えた常磐線と東北本線。かつて結んでいた都市は、ほぼ壊滅していたけど、真っ暗な現状の東北本線にも夜明けはやってきたんだ。1945年11月、上野から青森間、東北経由、急行101、102列車、復活。終戦から3ヶ月で東北本線に急行が復活したのか。しかし、これが戦後の現実。この時代の日本は極限状態なんだ。1945年12月、石炭不足。急行101、102列車、運休。せっかく復活したのに、1ヶ月しか持たなかったのか。まさに、戦後混乱期だな。この改正でも、慢性的な混雑は改善されなかった。まだ、人々は明日に希望を見出せない混乱の中、列車に揺られていた。想像もしてなかっただろう。まさか疲弊しきった、この国の鉄道が、たった19年後、世界初の高速列車を実用化するなんて。時は1946年。日本は、ハイパーインフレーション。かっこいいな。なんだそれ。かっこいいとか言ってたら怒られるぞ。戦後インフレだ。食料、物資がないから、異常なまでに物の価値が高騰したんだ。その影響は鉄道界にも及び、1946年3月1日には、旅客運賃は 150% の値上げ。つまり、2.5 倍に跳ね上がり、貨物運賃に関しては、300% 値上げ。つまり、4倍になったんだ。後の国鉄となる運輸省は、鉄道従事者7万5,000人に対しリストラ通知。おい、そんなことしたら明日から生きていけないじゃねえか。戦地から帰ってきた人などで人員が増加し、過剰だったので、その対策なんだが、これにブチ切れた労働者たちはストライキを実施。運輸省にリストラ通知を撤回させる。まだ鉄道界は混乱の最中ってことだ。この混乱の渦中、後に日本を代表するとも言える名車が登場する。誰のことだ？誰だと思う？後の電気機関社会に革命をもたらした彼。そう。電気機関車 EF58 型バッター案。戦後の混乱期の中でも、鉄道界は確実に復興していることを彼は知らせた。後に、超特急、燕を牽引し、頂点を極める彼は、電化区間の需要を大きく支え、復興に尽力していくことになる。ちなみに EF58 の登場時は、それまでのデッキ付きスタイル。こんな感じの外観をしていたよ。この写真は58くんじゃないけどね。その後、性能が評価され、流線形、この馴染み、深い顔に変更されるってことか。さあここは北の玄関、上野駅。この時代、東北本線も変化があったよ。やっと東北本線の優等列車の話に戻ってきたな。この1946年、東北本線にすごい列車の運行が開始されるんだ。この写真は GHQ のダグラス・マッカーサー氏と昭和天皇、敗戦国、日本で占領政策を実施した GHQ。当時の日本では最高機関であった。その GHQ の命令により東北本線に列車が登場。1946年2月、連合国専用列車、登場。その名は北部特急、ヤンキーリミテッド。ヤンキーなんとか、特急なのか？運行区間は？このヤンキーリミテッドは、上野から青森と、函館から札幌間で運行。まあこの列車は、特急というより、今でいう、団体だな。もちろん日本人は乗れない列車だった。連合国軍専用列車は全国に、主には6本あったんだよ。ヤンキーリミテッドは上野から青森間を東北本線経由で進み、そこから青函連絡船で函館に行き、札幌を目指すわけなんだけど、このヤンキーリミテッドの寝台車の一部は青函連絡船にそのまま乗り込み、積載構想されたんだ。青函連絡船の構想って貨物だけかと思ってたけど、客車も構想してたのか。この特殊な列車は7月には東京発着、11月には横浜発着となりましたとさ。この11月、時刻表に希望の列車が刻まれていた。1943年に廃止された、常磐線経由の、上野から青森の急行207、208列車が、運休という状態で掲載されていたんだ。翌年、21ゼネストをマッカーサーが止め、世間を騒がし、現代日本を作った、日本国憲法が施行された1947年。この年の、1月4日のダイヤ改正。なんと復活した急行なども全て廃止。1日の全列車の走行距離を15万 km に抑えるというものだった。それだけお金がなかったってことだよね。しかし、この1947年は、どん底を見て、這い上がる年なんだ。日本の鉄道は強い、どん底を見た3ヶ月後、日はまた昇る。4月24日に、東京から門司間、日本の幹線に急行が2往復、復活。そしてついに、この年の6月29日のダイヤ改正にて、急行、準急の復活劇が始まったのだ。急行、先輩から、わずか半年、東北本線に夜明けが来たぜ。わずか4年だったけど、本当に長すぎた。悲しすぎる歴史を乗り越え、初狩りの先祖たちは帰還する。1947年6月、常磐経由、急行207、208列車、復活。戦後約2年、ついに本格的に、上野から青森間に急行が復活。さあ、軌道に乗ったぞ。ここから始まる東北本線復活劇。復活劇第2弾は、東北本線で活躍する蒸気機関車の誕生だ。戦前、軍需物資輸送のため登場し、その性能の良さから、日本中に名を馳せた D51。彼を旅客牽引機関車に改造しよう。ボイラーを有用、足回りの動輪を4輪から3輪に変更。旅客牽引用蒸気機関車 C61 誕生だ。彼は東北急行、さらには特急も牽引することになる。ちなみに1947年の段階では11月に C61 の1号機が誕生しただけで、その後製造される C61 は翌年7月からの登場だったよ。こうして激動の戦後2年目が幕を閉じたのだった。平和の鳩が空を舞う日本、戦後復興はとどまることを知らなかった。が、しかし、同時にインフレもとどまることを知らなかった。鉄道の運賃は暴力的な上昇を見せ続ける。時は、1948年。1948年7月、戦後白紙ダイヤ改正。戦後の復興がみるみるうちに進み、終戦から3年後のこの改正、東北、常磐線で革命的な復活劇がスタート。東北経由、急行103、104列車、復活。1943年、決戦ダイヤの時に、準901、102列車と統合されたやつだね。常磐経由、急行201、202列車も復活。こっちは、普通に格下げになった201、202列車の急行復活か。しかも、この、急行201、202列車にはこの年の12月、特別寝台車、後の、一等寝台、米寝台が連結されたぜ。鉄道旅行に華やかさの片鱗が見え始めたね。いいことだ。その通り、1948年は、また旅客列車の時代が舞い戻ってきたんだ。ってなると、旅客兼飲用、機関車の増備が必要だね。デゴイチくんの弟、デゴニくんって知ってるかい？デゴイチくんの弟ってことは相当有名になりそうなのに、あんまり有名じゃないよね。マニアの人はよく知ってると思うけど、D52 は複雑な過去を持つ名車だ。彼は戦時中の1943年製造、お金がない時期生まれだから、製造段階で木材が使われるなど、結構名要素を持ってるね。P51 に比べて、P52 ってボイラーが、一回り大きい気がする。P51 は地方路線も走れるように、あんまり大きく作らなかったんだ。使いやすさ重視ってことだったんだな。デゴイチは1000トンの貨物列車を牽引するのが限界。ってことで、艦船の1200トン貨物牽引用として登場したのがデゴニくんだ。その結果、日本の蒸気機関車の中で最高出力を持つことになった。だからこんなにでっかい機関車だったのか、かなり大きいね。というか、なんでこんな貨物牽引用機関車の話をしてるんだ？デゴニくんのことは知らなかったけど、東北急行には関係ないだろ？お前、多分デゴニくんのこと、よく知ってるぞ。でもって、東北急行どころか、後の特急を牽引する名車だぞ。艦船牽引用。日本最大出力。でっかいボイラー。もしかしてデゴニくんって。1948年1月、艦船、優等列車牽引用、旅客型蒸気機関車、日本最大、C62 誕生。マジかよ、白国の正体は、P52 だったのかよ。東北復活劇の役者は揃った。そう、C62 は日本最大の旅客用機関車。終戦後、軍事輸送などはなくなり、貨物列車は大幅に減った。物がない時代だから、工場生産も停止してて、貨物は本当にいらなかった。それに対し、生活物資の買い出し、引き上げ車の輸送で旅客輸送の需要は急増。P51 などの貨物機関車が余り、C57 などの旅客機関車が足りねえ。そこで、P51 を改造したのが、C61。そして、P52 を改造したのが、銀河鉄道999でも有名な日本最後の蒸気機関車、C62 だったんだ。白国くんは、デゴイチくんと同じくらい有名だもんな。大型の客車牽引用機関車は当時、婦人こと、C57、四国こと、C59。彼らの生産が急がれてたんだけど、全然間に合わなかった。つまり改造にて登場した彼は、逼迫した旅客需要に大きく貢献したってことだ。その後、彼は日本の艦船、東北本線、常磐線のスターになるぜ。それより、EF58 より C62 の方が後輩なことが驚きだけどな。見てくれ、メイドイン、オキュパイドジャパン。メイドインジャパン、じゃないのか。どういう意味かといえば、占領下の日本だ。時は1949年。日本は GHQ によって占領政策が行われていた。占領といえば聞こえは悪いが、戦後復興は GHQ の力があってこそのものでもある。C62 の登場さえ、GHQ の助言のもとでもあったんだ。GHQ の占領政策は鉄道界にも大きく影響を及ぼしていく。この年、GHQ の経済顧問、ジョセフ・ドッジ氏が来日。彼の、ドッジラインと呼ばれる政策によりインフレが抑えられる。こ難しいぞ。もうちょい鉄道っぽい話しようぜ。第3章は東北本線を通じた歴史のお勉強だな。そしてここで、僕らの親会社が登場するよ。1949年6月1日、日本国有鉄道、設立。さあ、これが波乱の幕開けとなる。さっき説明した、ドッジラインは国鉄発足の際、人員の整理と予算の削減を強く求めたんだ。なんと12万人の人員整理案。もちろん国鉄労働組合は黙ってるはずがない。国鉄と国労は激しく衝突した。1949年は復興に尽力する鉄道界にとっても大きな節目となる年でもあったんだ。そして事件は起きた。この人は国鉄の初代総裁、下山貞則氏。国鉄のトップの人だね。この年の6月に就任して1ヶ月後、彼は事件に巻き込まれる。7月5日の朝、勤務中、日本橋の三越で、下山総裁は急に失踪した。彼の車だけが、カバンを乗せたまま残り、謎を深めた。そして、翌日7月6日未明、常磐線の北千住から綾瀬間、東武伊勢崎線と交差するところで、下山総裁は無残な姿で発見される。なんだって?殺されたのか?真実は、未だにわからないんだ。わかっていることは、この常磐線下り貨物列車に惹かれたってこと。この状況だと、国労が疑われそうだね。これは後に、下山事件と呼ばれ、国鉄ミステリーの一つとなる。一つ。ってことは、まだあるのか?この年は波乱の年だ。この事件からわずか9日後。ところ変わって、中央本線、三鷹駅。三鷹駅の西にある三鷹車両センター。当時の国鉄三鷹電車区。ここに停車していた63系電車のパンタグラフが夜に上がった。そして静かに電車は動き出す。別に普通のことだろ?無人だったんだよ。え?やばいじゃないか。止まることのできない63系は三鷹駅1番線を時速60キロで通過。この列車が止まったところは線路の上じゃなかった。車止めを突き飛ばし、6名を突き殺して線路脇の商店街の中で止まる。本当に悲惨すぎるな。ひどすぎる。これが二つ目の、三鷹事件。これに関しては明らかに、人為的な犯行。国労組合員が逮捕されたが、事件の真相はこれも謎なんだ。実行犯とされた一人が死刑判決を受けたが、彼は無実を訴え続け、その訴えは世間を巻き込み、日本中がこの事件に関心を示す。そして、彼は獄中死を遂げたため、真実は今もわからない。これらの事件は、復興にもがく、鉄道界の奇跡のようなもの。そして、この波乱は1ヶ月後、今回の主役、東北本線にも飛び火する。まだあるのかよ、この年、波乱すぎない?ここは福島県にある東北本線、松川駅。かつて、超特急、燕を牽引していたこの、C51 牽引の、東北本線、上り夜行列車は、上野を目指し、青森駅を出発していた。いつも通り仙台、福島を通り、上野に向けて走っていたこの列車が、松川駅を通過することはなかった。8月17日の深夜3時過ぎ、松川駅の手前で脱線していたのである。なんてことだ。3名が死亡。これは事故じゃなく、事件として世間に認識されたんだ。どういうことだ?脱線現場付近を調べると、線路の継ぎ目部分のボルト、ナットが緩められ、継ぎ目板は外され、線路を固定するN釘も多数引き抜かれていた。そして、レールまでも1本外されていたんだ。こうなれば三鷹事件同様、確実に人為的な事故だな。これは、松川事件と呼ばれた。国労員5人など、計20人が逮捕されたが、証拠は見つからず、全員に無罪判決が下され、事件は迷宮入りした。1949年のこの3つの事件は、国鉄三大ミステリー事件と呼ばれ、復興に尽力する鉄道界の初期の混乱を象徴するものとなったんだ。復興のためには人員整理は避けて通れない道だったんだな。これらの事件を乗り越えて、国鉄は完全復興とも言えるダイヤ改正を実施。ここで東海道本線に平和の象徴が走り出す。1949年9月、東京から大阪間に特急が復活。その名もまさしく、特急平和。人々に平和を語り、東海道を走り抜けた。一方こちらは東北本線。松川事件から1ヶ月が経ったこの時、1949年9月、ダイヤ改正、急行201、202列車、運休。おい、いい感じのスタートじゃないのかよ、運休って。まあ落ち着け。代替、一等寝台連結にて、急行203、204列車、復活。201、202列車の一等寝台車も引き継がれてるから実質、急行の本数は一緒だ。代替は、常磐線経由の急行だけに止まらず、代替、東北経由、急行101、102列車、復活。1本が運休になって、代替に2本登場。つまり増えたのか。戦後、真っ先に復活した東北急行だったけど、石炭不足にてすぐ運休。その無念を4年の時を経て、晴らしたのである。第3章、東北本線の夜明け。たった5年の出来事だけど、とんでもなく内容の詰まった5年間だったでしょ。戦災復興。理解不能なほどのインフレの中、人員整理により大波乱を迎えた鉄道界。資源のない中、試行錯誤の末に新車も生まれた。そして数々の争いを乗り越え、鉄道界はついに、様々な優等列車を復活させるまでに、復興したのである。そして、この5年間の苦難の奮闘は、後の鉄道界を築く、立派な土台となる。悲しみの歴史はどれだけ嘆いても消すことはできない。でも、人は悲しみを乗り越え、未来に生かすことができるんだ。長い5年間だったな。東北急行は復活したね。この5年間は失われたものを取り返す時間だった。となれば、次は進化の歴史だ。おお、どんな進化を見せてくれるんだろう。でも、まだ12位11位の特急たちは出てこないんだな。さあ、1950年代に突入するぞ。時は1950年、戦後5年目になった。そして、遠く離れた金閣寺が出てきたの？そう。金閣寺が放火により全焼するという衝撃的なニュースが世間を騒がせた。そして、この1950年、日本は特需景気を迎える。1945年8月。それまで日本の統治下にあった朝鮮半島。終戦を機に、アメリカとソ連が38度線で朝鮮半島を分割統治。朝鮮半島は事実上、南北で分断されることとなった。そしてアメリカの下、南側に1948年8月、大韓民国、成立。そしてソ連の下、9月、朝鮮民主主義人民共和国、成立。そして1950年6月、キム・イルソン率いる北朝鮮は38度線を越えて、韓国に侵略を仕掛けた。1950年6月、朝鮮戦争が勃発する。この戦争は韓国と北朝鮮だけではなく、アメリカとソ連の争いでもあった。この朝鮮戦争で、アメリカから日本へ大量に物資の注文が入る。それが、特需景気ってやつなのか。鉄道界にどんな影響があったの？経済が潤ったことで、鉄道復興の足場が強固なものになった。そして、特急平和は、特急、ツバメになり、戦前の超特急復活。ツバメの仲間特急、鳩も見参、東海道特急に往復か。未完電車って知ってる？ふふふ、ダメだな。これは湘南色って言うんだぜ。常識だぜ。俺が何年鉄を頼んだ湘南色は、湘南沿線の、みかん畑からこの色になったんだから、みかん色で正解なんだぜ。わかったか？そう。80系はこの時誕生。80系は長距離電車の先駆け、鉄道界に華やかさが戻ってきたんだよ。1950年、鉄道界はついに、戦前の水準を超えたんだ。この時、東北急行たちも大きな変化の時を迎えていた。1950年10月、常磐経由、急行201、202列車、復活。運休から1年で復活か。でもこれは大きな変化と呼ぶほどか？違う。大きな変化は翌月11月だ。ここで生きてる東北急行をまとめると、東北本線経由、連合国専用列車、ヤンキーリミテッド、急行101、102列車、103、104列車、常磐線経由、急行201、202列車、203、204列車、207、208列車、以上だ。さあ、東北急行たちにとって歴史的な革命だ。心して聞け。1950年11月、東北、常磐急行、列車愛称、命名。おお、ついにか、東北常磐優等列車、初の愛称。何がついたんだ？ふふ、なんだと思う？聞いたことあるなだよ。常磐経由、急行201、202列車は、急行、道の国。そして、常磐経由、急行203、204列車は、急行、北斗になった。北斗だって道の国はわかるけど、北斗はもともと、北海道じゃなくて、東北常磐線の急行だったのは衝撃だ。列車の愛称って、確実に後世まで受け継がれてるってことだ。ちなみに、急行201、202列車。つまり、急行、道の国に連結されていた、一等寝台車は青函連絡船に乗り、北海道へ渡った。そして、函館から札幌間の、急行1、2列車に連結されたんだ。青函トンネルのない時代も、急行、道の国は北海道に連絡してたんだね。この青函構想、貨物を構想する上では重要なんだけど、客車構想は、そこまでマストじゃない。ってことでそんな長くは持たない。1951年6月、青函連絡船、右接続、繰り下げがエア変更。この年、青函連絡船の夜行便が航海休止。それに伴い、夜間に接続していた列車のダイヤを大幅に変更せざるを得なくなった。なんで？さっき説明した朝鮮戦争が影響してくるんだ。津軽海峡に不浄機雷が流入。こいつは危ない。夜間の航海は休止となり、夜明けからのみの航海になったんだ。なるほどね。勢いをつけた国鉄は1952年、全国各地で電化工事を始めた。1952年4月、ヤンキーリミテッド、日本人に一部、乗車券販売。横浜から青森、函館から札幌で連合国軍専用列車として運転されていた、この、ヤンキーリミテッドが日本人にも開放された。ヤンキーリミテッド、名称変更、特殊列車に。ここで青函構想は、この、特殊列車のみになる。つまり、急行、道の青函構想、廃止。この年の9月、常磐線に、また急行が誕生するんだ。1952年9月、常磐経由、夜行急行、北上、誕生。常磐に残っていた、急行207、208列車が、北上に、正式に受け継がれたわけじゃなく、新設されたんだけど、イメージ的にそんな感じなんだ。曖昧でごめんね。1953年、新しくなったばかりの京都駅から博多に向けて、特急、かもめが走り出す。特急、富士、桜が消えてから、九州へ至る特急は消えていたが、ここで復活。特急、かもめは鉄道界がどんどん進化していることを九州まで知らしめる。そして翌年、ところ変わって、ここ、東北の最北端、青森にて、1954年9月、青函連絡船、客車構想、廃止。ついに需要がなくなって客車構想、やめたんだな。違う。これは悲しき、歴史的大事故の影響だ。この船は、戦災により壊滅した青函連絡船の復興のため、GHQ の許可を得て、製造した4隻の中の一つ、洞爺丸。1954年9月26日、青函連絡船、洞爺丸、沈没。国鉄が運航している青函連絡船の一つ、洞爺丸は、台風第15号の強風を受け、22時45分、右舷側235度傾斜し、沈没した。最終的には裏返しの状態になり、海底に煙突が突き刺さっていたという。死者、行方不明者は日本、海難事故、史上最悪の1155人に及んだ。そう。この事故の影響により客車構想は廃止されたんだ。この時、函館に停泊中だった他の青函連絡船も4隻、沈没したんだよ。気象予報がどれだけ重要かがわかるな。台風ってこんなに怖いものなんだ。しかし、悲しいニュースばっかりじゃない。1ヶ月後のこと。1954年10月、特殊列車、日本人に完全開放。1946年から連合国軍専用、ヤンキーリミテッドとして運転され、1952年には一部日本人に開放され、特殊列車と名前を変えて、そしてついに、この時、日本人に完全開放されたのである。こうなったら、通常の急行列車だから、特殊じゃなくなったね。そして常磐経由に改められ、東京から青森間の急行になったんだ。さあ、彼の正体を明かそう。そう、この列車こそ、その後、長きにわたって生き残った。1954年10月、愛称変更、常磐経由、急行とわだ。彼のことだ。急行とわだの正体は、ヤンキーリミテッドだったのか。そして、函館から札幌間の特殊列車は不定期急行になり、函館本線の急行、洞爺になった。連合軍専用列車は、急行とわだと、急行洞爺になって日本人の元に。1050年で随分成長を遂げたね。東北本線は随分変わったな。これらの歴史は全て、初刈りたちに繋がっていくんだ。1956年11月、急行とわだ、東京から上野発着に。ここで、急行、北上は、ひらがなから漢字表記になる。そしてこの時、上野から青森間に常磐線経由の夜行急行、おいらせ新設。上野から青森間の急行は、この時ほとんど、常磐線経由になってるんだな。さらにこちらも常磐線経由、不定期急行が登場。上野から盛岡間。その名も急行、岩手。2年後に青森まで延伸されるよ。余談にはなるけど、急行、北上は、1957年5月11日、20時20分頃、ここ常磐線、大野駅を通過し、現在の双葉駅。当時の長塚駅に向かう途中の国道6号線の陸橋にて、脱線転覆。機関士、機関助士、乗客、計3名の死者を出す悲しい歴史も、刻んでいるよ。こうして戦前の水準を超え、東北本線をひた走る、急行。本州と北海道連絡を担った彼らの歴史はこれからも続いてゆく。みちのく、北斗、北上。名前が与えられた彼らの、次の使命は、特別な鍵を持つ、急行、として走ることだったのだ。いいねー、面白かったぞ。でもさ、この動画は上野発特急、走行距離ランキングだよ。この動画の趣旨から、かなり脱線している気がするのは私だけ？もちろん、ここまで掘り下げたのは、東北特急黄金時代に繋がるからだ。日本鉄道からの東北本線開通1891年から1956年まで半世紀以上の歴史を見てきてもらったわけだけども、次のエピソード3は蒸気機関車時代終焉の時期のお話だ。お、快速アイズライナーの後継者だ。今まで散々、上の初特急の説明をしてきたけど、彼らもさっきまでの歴史の上に存在していると思うと、感慨深いね。さあ、時は1958年、1053年が経つ、日本は復興。さらに高度経済成長期を迎え、人々の生活が貧困のどん底から、戦前の水準を超えて裕福になってきた時代のお話だ。次の時代に、この東北本線も新しい価値を生み出し始める。特急の香りがするぜ。みんな、エピソード3も期待してくれよ。